の方に入りたいと思います。気楽にお聞きください。何でも質問のわからんときは質問ということでお聞きし、ね、いたしますのでよろしくお願いいたします。私の持ち分は約30分、あとまたそれぞれのコース説明とかいうことで最初にお渡ししてます。このスケジュールによって進めていきたいと思います。それでは受講要領ということで、皆さん方の資料の中にも細かな4つのコマで資料をお付けしていると思いますのでそれをご覧ください。運営スタッフの紹介というところから入りたいと思います。今日も全員じゃないんですが出席しているそれぞれのメンバーからご紹介いたします。それで皆さんちょっとこっちへ後ろ向きになるからちょっとこっちここへ来てくださいこの名前の順番に行きますから最初には名前を覚えるのも大変だと思いますけども、こういうメンバーがそれぞれ愛用順の名前にしておりますんで、それじゃあコーディネーターということでそれぞれ皆さんのお世話すると思います。伊勢田でございます。次岡本でございます。岡本です。よろしくお願いします。木下でございます。木下です。先ほども出ました試合所長でございます。試合です。よろしく。竹内というのは今日はちょっと質問がございまして欠席しております。次中西でございます。中西です。よろしく。日野でございます。日野です。よろしくお願いします。私あ松尾でございます。よろしくお願いいたします。から松野でございます。松野です。お願いいたします。村山でございます。村山です。よろしくお願いします。ちょっとミスで寝前が飛びましたね。プスノキでございますね。皆さんよくご存知だと思いますけどもプスノキでございます。はい、プスノキです。よろしくお願いいたします。それから IT 機器設定ということでいろいろこういうものの装置の、担当をやります。ウィリアムは今日来てないな。宇治川でございます。後ろにおります。宇治川です。中村でございます。長町もちょっと別席、ミートも山口でございます。ということで全員終わりましたかな。ということでいろいろお世話させていただくメンバーこういうことで進めさせていただくのでよろしくお願いします。じゃあ次の進めまして、第11期まちづくり大学ということで、説明いたしたいと思いますが、資料とお付けしております例の募集のパンフレットですね。これをちょっとご覧いただきたいと思いますが、開校のそれぞれの、趣旨といいますかまちづくり大学の趣旨でございますが、パンフレットの外面の裏側ですね、まちづくり大学へのお誘いというところがございますけれども、そこで今期の目標なり趣旨を記しております。ちょっと読みます、これからのまちづくりは市民参加による行政との共同活動に変わりつつあります。そのために市民は行政とのまちづくりの現状をよく知り、地域での課題を共有して市民力を発揮していくことが必要となります。市民活動支援センターではまちづくりは人づくりということをモットーにいたしまして、今年度もまちづくり大学を開校いたしました。というようなことで、皆様方の地域での新たな居場所という一つ
ということで松井大学を利用していただければとこのように思います。こういうことで、先ほどの市長のお話もございましたように、やはりこれから市民が、活発に動いていただいて、かつて市民だけが動くのもこれ以上大変なことなんです。やっぱり、行政って強度という形を取って進めるのが、まあ、非常に理想的な姿になるんじゃないかなと思いますので、これから行政とセットでどんどん街づくりを進めていただくように進めていただきたいと思います。これがいわゆる開校の趣旨でございます。で、まあ、特徴ですが、先ほどのお話もちょっとございましたが、3コース制、いわゆる ABC という3つのコースに分かれて皆さん方に受講していただきます。これは、まあ、ABC セットでまちづくり大学は全体終了と私は認識しております。 A コースだけで終わっちゃったら、ちょっと3分の2が残っちゃったな、こんな感じで受け取っていただきたいと、このように思います。ですから今年、まあ、A だけやっちゃった、来年 B をぜひお願いしたいと、その次は C をというように都合のつく限り、ABC を全部セットで受けて終わっていただきたいなというのが私どもの開校の趣旨でございます。A で終わってもやっぱりだいぶいろいろと残っておりますので、ABC セットでぜひ完成していただきたい、このように思います。それでは、講座についてちょっとご説明をいたします。このパンフレットを開いていただけたら日程表が出ておりますけれども、 ABC コースに縦に日程表が並んでおります。でこの中で、横一面に貫いた表がありますね。例えば第1コース開講式というところ、これは、ね、ABC とも皆さん、共通講座ということで全員参加になります。そういう意味です。でそういうのが下の6番の公開講座というのがございます。これは今出られました古川市長の講演ということで、進めたいと思いますが、この横の中書きにタウンミーティングというふうに書いておりますが、なかなかタウンミーティングは非常に難しいということで、市民の代表の方々に、出ていただいて、いろいろお話し合いをされながら皆さん方の質問もあるいは意見も聞くという形で進めたいと思いますので、タウンミーティングの形を少しは変えさせていただく今予定で準備を進めておりますので、パネルディスカッションというんですかね、そういう形を取りたいなと思っております。ということで、この公開講座は特にさやかホールの小ホールを使う予定にしておりますので、あそこは360人ぐらいあります。皆さん全員出ていただいても約50名ですね。あと300人一般の方を集めたいと思いますので、我々も一生懸命集めますけども、皆さん方のお知り合いもぜひ進めていただいて、この12月19日に、小ホールがいっぱいにしていただきたいなと、このように思いますので、今から一つお願いしておきます。よろしくお願いします。それからもう一つは共通は講座ではございませんが、修了式、最後の12月26日か修了式ということで、ここでまあグループワークなりいろいろ用意しておりますので、これも共通で皆さんの全員に参加いただく、これが3つがいわゆる ABC 共通3講座と申すものでございますので、皆さんにご一緒する機会です。次のページへ参りまして、あといろいろこの中に細かくスケジュール載っておるんですが、ご注意いただきたい特典をちょっと申し上げておきます。基本的にはですね、9月5日から12月26日までの午前、土曜日の午前ここでというのは基本になっているんですが、ご注意いただきたいのは例外がございます。でその例外を次ずっと書いておりますので、ぜひご注意ください。日程と場所を間違えないようにお願いいたします。 A コースの方、 A の3、狭山市の歴史と魅力というのは
狭山池博物館を使います。で場所は狭山池博物館 の、 あの階段のホールを使います。日程も土曜日の午後なんです。ちょっと時間がかかりますので、午前中ではちょっともうはみ出しますんで、午後9月19日土曜日の午後、狭山池博物館ということでございます。これは一つの例外。次に A の4の講座でございますが、これはね、大阪狭山市の公共施設見学ということで、いわゆる公民館とか社協、それから図書館、この3つを見学いたします。そういうことで場所を移しますので、これも特に9月25日の金曜日の午後、ぜひこの時間を空けていただいて、公民館にご集合いただきたいと思います。13時30分に公民館集合ということで、これもちょっと例外事項になります。それからもう一つは公開講座、これは当然先ほども申しましたように、12月の19日の13時30分から最下、ホールの小ホールで行いますので、まあ、これも一つの例外、場所的には例外なんです。でこの3つ A コースの方ご注意ください。次 B コースの方、ゴミ処理場見学というのは10月9日に予定しております。これは金曜日です。10月9日の金曜日13時に南館駐車場、この建物の前の駐車場、ここへバス、観光バスが来ますので、観光バスで皆さんに、移動していただきますので、13時にここへ、ここの下の駐車場へお集まりください。 B コースの方よろしくお願いします。それからもう一つ B は、もちろん A でも申し上げましたように公開講座、これはやっぱり12月19日の午後ということでございます。 B は以上でございまして、次 C コースの方ですね、C の5、これはね、ボランティアの体験コースというのがございます。でそれぞれの皆さん方の選んでいただいた、それぞれの団体の活動の場でご一緒していただくということで、体験をしていただくということで、これはまた別途それぞれ決めさせていただきますので、彼女の土曜日の方というわけじゃなくて、団体の方々の活動と同時にご一緒して、ね、体験をしていただく、こういうことです。詳細は別途決めさせていただきます。もう一つ公開講座ということが例外事項でございますね。この辺の日程と場所をぜひお間違いのないようによろしくお願いしたいと思います。よろしくございますか。ご質問とか何かございませんか。何か途中でもいろいろあったら、はい、どうぞ。先ほど6の公開講座の、うん、はい、13時40分とおっしゃいました。いや、13時ごめんなさい、聞きません。はい、14時ですね。14時から講座入ります。会場は13時30分、場所は開くのね、はい、講演は14時から始まります。30分前にぜひお願いしたいと思います。はい、はい、今回監督講座とか人に他のコースも受けるように毎年同じことをやってますか。ほぼ同じことやっております。はい、でそれで来年受ける場合ですね、はい、開講式に参加する必要はあるんですか。まあ受けていただきたいですね。同じことやってます。同じことっていうのはやっぱり中身は変わってくるんですけども、まあ市長も同じこと言うわけじゃなくて、いろいろ言うことも変わってくるかもしれませんし、皆さん方のいろいろ注意事項もいろいろ、この日程なんかも変わる可能性もありますんで、うん、こういうような場所で聞いておいていただいた方が好ましいと、こういうふうに思います。で市長の講座もこれ一つのもう出席必要日数に入ってますんで、あの講座は分かるんですか。挨拶レベル、講話、さっきの講話で、うん、まあ講話なんです。
どうしようもないですか。次説明させていただきます。まあ、事故の要領ですが、終了条件もパンフレットの裏面にございますが、ADC のそれぞれのコースが6講座ございますが、そのうちの5講座以上ご出席ください。要するに1回はまあ欠席、2回欠席とちょっと難しいことになるということなんで、事前にまあどうしてもダメなんだあんたということにはちょっと私にご相談ください。後から実はダメだったんやというようになったらちょっと難しいというふうに思います、ね、まあ1回2回はちょっと講座のうち2回お休みたくとちょっとね終了にはという頭かしげますんでよろしくお願いします。2コースも3コースも同じことです、ということで終了条件を決めております。付属した場合は来期以降にここ形がございますので、受けた分だけ受けていただきたいとこのように思います。あと終了しますと祭り研究会というようなところに進んでいただくことも可能でございます。で、講座への出席なんですが、本日と同じように受付で、名札を受け取っていただきます。この名札をね、それで出席という形を取りますので、これで出席をお願いして、それから、まあ、講義資料なんか前の週にこれはお配布いたしますので、それを忘れずに持ってきていただきたいと思いますが、まあ、当日追加の資料なんかありますので、まあ、それを受け取って、まあ、席も決めますので席にお座りください。退出時には名前の名札ですねお返しいただきます。お持ち帰りいただいたらまた次にどこか行っちゃったということがありますので、今日こちらにお返しいただいて次回の資料をお持ち帰りいただくこういうふうに思っています。次のページ行きまして、まあ、市の講師の職員の方の授業が多いわけですけども、まあ、どっちかというと担当業務の内容説明ということになりがちなんですが、まあ、それだけじゃなくて我々も非常に現状の問題点は何や、これからどうするんやというような話に持っていってほしいなということは常に市の講師の方にはお願いしてるんですが、なかなか出にくい。どうしても現状説明は分かるに終わっちゃうということで、皆さん方もどんどんそういう時には質問していただいて、市の職員も前向きにいろいろものを考えるようにというようなことで、いろいろ質問なども活発にしていただければこのように思います。まあ、市民共闘というような話も出てますが、先ほど申したように市民と行政がセットで最初から最後まで共同進むというのが、まあ、共同の精神でございますので、そういう形で、これから町づくりを進めていくというような、まあ、方向で進めたいと思います。ですから、まあ、質疑応答などの時間もございますけども、まあ、そういう形の質疑応答でぜひお願いしたいと思います。次のページ行きますと、禁止事項というのはちょっときつい言葉で表現しておりますけども、まあ主題に損わんような質問、あるいは単なる批判とか要求と、どうしてもね市の職員が前におりますとついついそういうことが出てしまいますので、町づくり大学はそういう場じゃございませんのでね、それはまた別席を変えてお願いしたいと思います。町づくり大学ではそういう話をされますと他の方がしらけてしまいますので、やっぱり皆さん問題共有できるような問題をいろいろ議論していただければこのように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、その辺もコーディネーターもいろいろうるさく言うかもしれません、ご協力をお願いします。次のページに参ります。授業はこういう形じゃなくって、ここに絵に出ておりますような形を取ります。皆さんが顔を互いに眺めながら授業を進めていくということで、まあ、お互いにお話し合いをし合いながら進めるというようなことを目的にこの席順を決めましたので、今までの学校形式は
ちょっとやめました。こういう形で進めたいと思います。各コース20名そこそこですんで、ほぼこの形で収まるかなと思っております。であとですね、先ほど申したように最初の授業の始まるときにやっぱり誰かが号令をかけて、起立、おはようございます、本日よろしくと、終わるときも何だったらやっていただきたいと思うんですね。それを言うのもまず大きな任務と思うなりますけども、コース代表の1名それぞれ A、B、C でどれだか代表を後で決めていただきたいと、このように思います。あと2、3、4の項目はまあほとんどありません。3、4のこれはね、台風シーズンですよ、これから。で土曜日の朝は台風来そうやという時になったから、講義どうしようということになった時に緊急にやるかやらんか決めますんで、その時に電話連絡で皆さん方に通じいたしますから、まあ、そんなようなケースを想定した項目でございます。緊急連絡というような感じです。その次ですが、私のこう説明は4分ぐらいで終わりますが、何かご質問とかもございませんか。なかったらまたベッドでお聞きください。次に各コースの説明に入りたいと思いますので、こういう順番で参ります。 A コース木下、 B コースが伊勢田、 C コースが中西、こういう担当になっておりますので、それに引き続いて ICT グループは中村、まちぐる研究会の橋本と、この順番で、進めますので皆さんにお聞きください。じゃあ A コース、A コース担当の木下です。コーディネーターは私と浦山2人で務めさせていただきます。A コースにつきましては、皆さんのパンフレットの内側、 ABC 各コースについてはですね、概要は各パンフレットの内側を開いていただきましたら、その一番左側に書いております。そのここに書いておりますのは、その中身をここに出しているだけでございまして、内容的には同じでございます。A コースというのは、この受講生の皆さんというのは、各自治会とかエンター会だとか、いろいろな団体の役員あるいは代表されている方が非常に多いと思います。あるいは新たに、今年から役員を務められている方もおられるんではないかと思いますけども、そういう方々にとって、大阪狭山市をもっとよく知ってもらって、先ほど市長からいろいろお話ありましたけども、市に対する、まあ、親しみを感じてもいただくということで、組まれた内容でございます。来週の大阪狭山市の概要、これはテキスト、講座テキストを A コースの方にはお配りしておりますけれども、この内容というのは、大阪狭山市というのは一体どんな市なのかと、これは先ほど市長がもう概括をお話しされました。市のイメージだとか、市役所の組織、それから現在の財政の状況と、この先の見通し、各地方公共団体の財政状況というのは非常に先行き明るくないという情報が非常に多いんですけれども、そこら辺を企画グループの田中課長に講師として話をしていただきます。この中には市の人口増減がどうかと、まあ、こういう話もございますけれども、皆さん方もですね、今後コミュニティという記事を見られていると思いますけれども、あれは非常にニュース源でございまして、市長の話された中では、人口がですね、大阪狭山市はこの10年間でほとんど、まあ、少なくとも減ってないという話がありました。今後コミュニティを見ますと、この1年見ますとですね、大阪狭山市は、まあ、数十年ですけども増えているというような情報が、1ヶ月前ぐらいでしたか、そういった情報書かれてました。まあ、そういったことも含めて田中課長から
大阪狭山市というのは一体どういう町なのかというお話をしていただきます。それからその次の週はですね、大阪狭山市の歴史と魅力というタイトルでございます。この歴史につきましては、昨年の第10期では市内のですね、地名、皆さんの身近にある地名というのが一体どういう言われがあるかという説明を するような講座でございまして、非常に受講生の皆さん、こんな言われがあるのかということで非常に興味を持って聞いていただきました。で、今回はですね、それ少しアレンジしまして、日本柱としまして歴史と魅力と、それからここには書いておりませんけれども、一つが歴史と魅力、それから狭山池と、この2本立てで考えております。で、歴史と魅力というのは、去年どこからの地名の由来と、それから、高野街道、それから狭山藩、大阪市の歴史遺産というのは狭山池と高野街道、それから狭山藩ということで、今後売り出していこうかということで企画されているようでございますけれども、そこら辺のお話をさせていただきます。それから市の公共施設見学、これは先ほど松尾さんから説明ありました福祉センターと図書館、公民館と図書館、福祉センター、この3箇所を皆さんに見学していただく。皆さんすでに何度も行っておられる方あるんじゃないかと思いますけれども、実際には私も初めて説明聞きますとですね、知らないことがたくさんありまして、こういうことがあったのかと、もっといろいろ利用価値があるなというふうに思います。参考になるんじゃないかなと思います。それから最後の大阪狭山市の総合計画、それから A コースの受講生の方々の間の交流会を計画しております。で、実は昨年の A コースで一番、受けが良くなかったのが総合計画でした。というのは、総合計画というのは、自治基本条例で市の運営の指針となるような総合計画を策定するということになっているんですけれども、総合計画というのは基本構想、基本計画、実施計画と、こういうの3本柱なんですけれども、説明が主として総合計画で、説明されているんですけれども、これが非常に抽象的だと、あまり具体性がないんですけれどという受け取り方をされたんで、今年はちょっと、多少工夫しましてですね、実は総合計画というのは、かなり市民の皆さんにとって、我々にとっての身近なものが取り込まれていると、例えば子どもの育成のための教育事業計画だとか、いろいろ我々市民生活に必要な事業計画が予算化されていると、それの個々のものを見るとですね、非常に身近なものが多いんですね。そういうことを、そういう内容を知っていただく必要があるなというふうに思いまして、そこら辺を皆さんに、提示したいと。それからいろいろな市民活動団体、ボランティアの方が活動している団体がたくさんありますけれども、そういう活動の内容というのは総合計画とかなり合致した部分が多いというようなところをですね、教材として取り上げさせていただいております。それから受講生の間の交流会、これまでは講義をみんなで受けてそこで終わりということが多かったんですけれども、受講生の方々がいろいろな市民活動で今後いろいろなところで顔を合わせる機会が多いものですから、この受講のチャンスにですね、いろいろな方に顔見知りになって、お互いに顔見知りになっておくということは非常に大事なことでございますので、
とにかく交流の場を作ろうということで今回から取り入れさせていただきます。まあ、そういった形で A コースは企画しておりますのでよろしくお願いします。以上です。B コースを担当いたします伊勢田でございます。よろしくお願いします。私と木野と2人で、お世話させていただきますので、よろしく。で、中身についてはですね、このチラシの B コースのところを見ていただきましたら結構なんですが、B の一番最初はですね、まずゴミ処理場の見学から入ります。で、これは先ほど言いましたように場所はここではなくて、資源のリサイクルセンター、河南町にありますリサイクルセンターと、それから富田林にあります清掃第一工場、清掃第一工場第一と第二があるんですが、第二は河内長野市のゴミを集めておりますので、我々のゴミは、清掃第一工場に行きます。で、これをの現場を見ていただくということであります。ですから時間もですね、曜日も金曜日になりますし、集合時間は1時で、まあ、1時ちょっと過ぎに出発をしたいというふうに思っておりますので、必ず1時までには、この下にお集まりいただきたいというふうに思っております。で、説明の担当はですね、市役所の生活環境グループに担当してもらいます。説明はそれぞれの工場から出ていただいて説明していただくということになります。それから3番目はですね、ゴミ処理対策の解説とグループワークということで、ゴミ処理の、まあ、大阪狭山市のゴミの現状はある程度ご存じだと思うんですが、今8億強のお金を使ってゴミ処理をやっているんですが、ぜひそれは減量していく必要がありますし、この南河内6市町村の中で大阪狭山市というのは、市民1人当たりの1日に出すゴミ量がここ数年ずっと一番多いということで、悪い状況なんですが、ぜひこれを抜け出すための方法であるとか、まあ、そういうことについて、今市がやっている現状の対策とこういうふうにしていただきたいというふうな中身の説明をやらせていただきます。それと同時に、まあ、皆さん方、今度 B に出席していただく皆さん方が現在どういうふうなゴミの減量をしておられるか、それと、まあ、こういう方法でやればいいんではないかなというご提案をいただければということで、グループワークを行う予定にしております。からその続きまして、福祉活動の説明を10月24日に聞きます。で、これは、市の福祉グループ、それから高齢介護グループの方の説明と社会福祉協議会の方の説明を聞きます。で、これも非常にいいお金を使って現在対策をしているわけですけれども、まあ、ぜひ皆さん方の力で少しやっぱり減らせる必要はあると思いますし、その辺のことのご相談とかその辺もできると思いますので、ぜひこれは聞いていただきたいというふうに思っております。それから最後に防災と防犯活動ということで、これはまあ皆さん方非常に関心のある事項だと思いますし、まあ、これまで自治会活動でそれぞれの立場で終わりになっていると思いますけれども、それについての説明をし、それから社会福祉協議会から説明を聞くという予定でしたります。そういうことでよろしくお願いいたします。Cコースのボランティア
体験講座、これをお世話させてもらいます中西でございます。でもう一人ちょっと今日はの B コースを受けてるんですけれども、岡本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ちょうど C コースの方々ちょっと長いんですが説明させていただきます。C コースの方は女性13、男性9名、ちょうどよろしいですね。で、まず、一番のところなんですけれども、 C コース交流会、まあ、お手元にありますんですけれども、これは本校、これのボランティア体験講座の一つではないんですが、毎年、昨年もそうですけれども、これが始まるまでに交流会を気楽にお茶を飲みながら皆さんと紹介し合いながらですね、でボランティアを現実にされている方の体験談等を交えながら自由に、まあ、このコースの中には当然もうすでにボランティア活動されている方、あるいは、まあ、これから消化と、あるいは迷っている、まあ、こういう方々と対象にいろいろおられますので、そこをですね一つのきっかけ作りにしていただけないなということで交流会を行います。これが11月の何日ということでございます。で次に、2番目のボランティアの道というかステップ1、これから本格的なそのボランティアの講座の一つになってまいります。でこれにつきましてはそこにありますように心構えということになっているんですけれども、当然今申し上げましたようにもうすでに活動されている方、あるいはこれからしようかなと思う方、これのいろんなスキルとか、あるいはボランティアといえどもやはりルールというのがございますんで、まあ、そういう意味ではもう一度その中で学んでいただければなということで思います。でこれにはですね基本的には C コースとなっているんですが、まあ、昨年度もそうだったんですけれども、せっかく教会から梅田さんがそれぞれ専門の方ですので、お見えになりますので、他の AB を受けておられる方もですね、いっぺんボランティアってどんなんかなと、ちょっと興味があるんだけども覗かしてもらおうかという方もですね、実行 OK ということになります。でこの場合はできましたら事前に、この11月の14日受けたいということで AB の方々をの名前をですね、事務局の方まで届けていただきたいというように思います。それから3つ目のところですけど、11月28日ステップ2ということで、ここにおきましてはですね、それぞれありますように、市民団体、上の円卓会議ですねの実際実務活動されている方、あるいは市の職員の市民共同になるんですけれども、自治会、あるいは円卓構成ですね、いろんなクラブ等がありますけれども、ここら辺が大阪狭山市内がどういう構成になっているのかということも交えてお話をしていただきます。そしてここで実際に活動されております円卓会議等ですね、いろんなディスカッションも交えて進んでいきたいなというように思っております。それからステップ3に行きますと、これが12月5日でございますけれども、ここではですね、実際の市民団体を運営活動されている団体さんを今のところ3団体ぐらいを持っておりますが、来ていただいて、皆さんとともどもですね、その活動とか、あるいは実際にこの大阪狭山市をどういう形で今取り組んでいるとかいうことをですね、お互いに意見交換をしたいなというように思っております。それから最後のところの5番目のステップの4なんですけれども、ここが、ここの講座の一番メインとなりますボランティア体験講座
というところでございます。でこれにつきましてはですね、 C コースの方々にすでにあの封筒に入った、資料を入れております。でまずそこのところはボランティア体験要項というこういう用紙一番初めに入っているところですね。あのちょっと封筒、このこういう封筒を開けて中取り出していただきたいというように思います。でそこにはあの CD っていうこれ団体さんの内容を掲載した文も入っております。でこの要項の中にはですね、まあ、あの特に10年後になりますとボランティア、まあ、超高齢者というのが非常に多くなってきますので、あのそういう意味ではボランティア活動の人たちがより多く出ていただきたいなというのが大阪狭山市全体の問題でございましてね、まあ、そういう意味から一つの動機的な面というかきっかけをなっていただきたいなというふうに思います。でこれは10月1日から基本的にね10月1日からそこにありますように12月20日までこの間を体験ですから、もう10月のまだ別紙で説明しますけれども、その中で自分に合った団体さんのところへ行っていただいて活動を共にするというような体験でございます。で、あとですね、申し込みの関係が次の用紙に、ボランティア参加申し込み書というのが入っていると思うんですね。でそれと同時に次の資料のところに一覧表に今回はこの体験する団体さんは12団体載っております。でその中から自分に合ったあるいは一度ここへやってみようかなと、ここへ行って体験をしてみたいなというところについては、皆さんにここの参加申し込み書に記載をしていただきたいというようなものですね。で、そこの、参加申し込み書を見ていただくと、名前と、もう C コースはもう全て C コース対象のみということでございます。それから、メールアドレスがある方はメールアドレス。で、下に留意事項とありますけれども、この用紙はちょっと、時間的にということで10月から始まりますんで、提出期限を9月の15日火曜日までにファックスあるいはメールでも結構なんですけれども提出していただきたいというように思います。でこれはまた相談して、いつでも相談していただけたら結構だと思います。電話でもね、何でも結構でございますん で特に C コースの方々は出発が11月なんですね。で今日9月5日ですからまだ先なんです。ですからできましたらちょいちょい電話をかけさせていただきたい。またこのボランティア活動でね、どうしようかな迷ってんねんとかいうようなこともありうることですんで、そういう流れを作っていきたいなというように思います。ですから、そこの留意事項を見ていただくと、この体験場所を一度出したけれどもまたちょっと変更したいという場合は OK です。その時は一回決めたらどうしてもこれ行かなあかんねんと思わなくても結構ですんで、日時さえうまくいけば連絡していただいて調整をさせていただきます。それから3つ目のところですね、日程を確認して、記載をプログラム記載欄でしてやっていただきたいというふうに思います。それからあっちの日こっちの日じゃないで空いてる日ね、もうこの日はもう確実に行けるとっていう近いところの希望日を一つ設定していただきたい
というように思います。それから下の時はですね、人の万が一遅刻早退する欠席という場合は必ずご連絡をお願いいたします。団体さんにその名簿等でですね、打ち合わせを事前にきちっとしておりますのでね、欠席ということだと向こうさんにも迷惑にかかることもあり得ますので、一つの点をご留意をお願いいたします。それから下から2番目はですね、1団体でも結構ですし、見てたらあもう一団体行きたいな、ここちょっと一遍もう一回行きたいなというところであればですね、2団体まで OK ということですので、その12団体から選んでいただきたいというように思います。で最後のところは、基本的にはボランティア保険に全ての方に加入をいたします。これはセンターが全部負担をしますので、必ずこのボランティア保険に加入いたしますので、その点を一つご確認をお願いしたいというふうに思います。でですね、一番最後の別紙のところについてはですね、もうすでに12月まで決まってる団体さんもあれば、まだ一部決まってないっていうところも実はあるんですね。でそこに一番福井系自然づくり清掃とか観察関係ですね、これはもうはっきり決まっております。で2番目はですね、10月の19日火が入っているところはもうすでに決まっているんですね。でここのように11月から12月の土曜日っていう表現だけで終わっているところは早急に詰めて皆さんに連絡を申し上げます。その中でまた決めていただいたらいいかなというように思います。ただですね、青少年のこの2番のところの下を見ると、12月19日から24日ロシア領事館でクリスマスパーティーの補佐というのがあるんですね。でこれはですね、日本舞踊のそういう形でそこで披露される、外国で。でこの場合はですね、ちょっと私もロシア領事館が確認はしておりませんけれども、交通費はですね、ここ当センターでというわけにもいかないかもわからないんですね。個人負担いうことを一つ自覚をして選んでいただきたいなというように思います。詳しくはまだ12月ですんで、きちっと取り決めがあって皆さんにお伝えいたします。それから3番はもう10月上旬と書いておりますから、これも確定したらきちっとお知らせ申し上げます。そういう具合で以下何曜日っていうように、何時というように決まってないところについては、後日皆さんの方へ、お届けあるいは連絡をさせていただきたいというように思います。で、これについてはですね、またご質問等何かあればですね、随時ここに連絡取れるようにしておきますんで、電話なり来ていただいてご確認をいただいたら結構かなというように思います。ちょっと時間の関係で走ってしまったんですが、今までの中で何かご質問等がございませんでしょうかね。はい、じゃあ次にさせていただきます。はい、すいません。それでは皆さんにお配りしてあります平成27年度まちづくり大学講義概要速報版についてというプリントがありますが、ちょっと机の前に出していただけますか。これですね、ありましたでしょうか。平成27年度
まちづくり大学講義概要速報版と、これはね、皆さんがこれから土曜日、講座があるわけですが、 A、B、C 各コース20回ずつあります。今日は A、B、C 共通で1回目になるわけですが、この授業の内容をね、全部ホームページに、入れます。でこれを見ていただいて、参考にしていただければありがたいなということで、その見方を説明します。今年のホームページ町財速報版の顔はこれですのでね、これ覚えておいてください。必ずこいつが一番最初に出てきます。でその下にずっと内容が入るようになっております。そして、ちょっと難儀なことなんですが、今までも見ていただいた方はお分かりると思うんですが、今までのアドレスはね、支援センターのホームページのアドレスは上の長いやつなんです。でこれはもう今使っておりません。新しく統合されまして、これになりました。これに、でこれをぜひ、覚えておいていただきたいんです。皆さんほとんどパソコンは終わりだと思います。でインターネットに、継続接続可能なのは必ず見ていただけますので、インターネットを開いていただいて、そしてこれかこれですね、インデックス HTML、 これはなかったも結構です。これかこれを入れていただいて、やりますと出てきます。で今日ちょっと下の方に実際に、つなぎますと、この写真が入ってますね。まあ皆さんに配ってあります。この写真ちょっと省エネで、白黒で写しておりますが、実際に開きますとこのようになります。で、今からその講義の内容を見ていただく3つの方法を申し上げますので、で覚えていていただきたいと思う。一つは、この部分がありますね。この部分のところで、まちづくり大学というのがあります。ここにありますよ、まちづくり大学。でこれをクリックしますとね、まちづくり大学というのが出てきます。で、ずっと移動させていきますと、これ去年のです。これは今現在出てるのはね、で9月6日、これここのところをクリックしますとこれ出てきます。これは去年のやつですけども、今年のやつは最初にお見せしたやつが出てくるわけですが、これが一つの方法、ぜひ覚えておいてください。でもう一つの方法はね、このトップというのがありますね。でこれクリックしますとね、ここにこのトップというところは何か言ったら、最近行われた行事が全部出てくるわけです。載ってるわけですね。でもう明日には必ずこれ開いていただきたいんですが、ここに平成27年の町財講義概要速報版と、もうすでにちょっと前もってて作ってあるわけですが、まだ入れてませんけども、これクリックしますとね、これが出てくるわけです。ぜひ、見ていただきたいと思うんです。それともう一つの方法は、先ほどこれでしたね、縦に、ところトップと横にもあるんです。横の一番右の検索一覧というのがあります。これクリックしますとね、もらったものすごく出てくるわけですが、ずらしていきますと、ちょっとここにね、まちづくり大学講義概要速報版というのがありますね。これに皆さんは11期生ですので、これクリックしますとね、こんなん出てきます。速報版一覧というのが出てきまして、ここのところをクリックするとやっぱりこれ出てくるんです。3つの方法をぜひ覚えておいていただきたい。
で、まあ町代だけではありませんのでね、この際、せっかくですのでこの部分支援センターって一体何してんねんというのを見てもらおうと思ったら、この部分ね、いちいちクリックしていくといっぱい出てきます。あるいはこの部分、右の部分、これ一個ずつ全部クリックしていくと全部見ることができます。したがって町内だけでなしに支援センターの活動の状況もご覧になりますのでね、一つこの際勉強していただきたいと思います。で、最後に去年ね、去年まではこれなんです。もうこれは見ることができません。ご覧になった人は覚えていると思うんですが、去年よりも詳しくなっておりますので、さっき言ったようにね、ここの部分とトップの部分と一覧の部分、これをぜひ覚えておいてください。でこれはね、ここまでは皆さんがパソコンに入れて見ていただかなければならないんですが、4番目にこれ書いてありますが、メルマガ配信を利用する場合、この場合はね、皆さんに入れていく、いただく必要はないんです。ただしブログでやってる場合はね、1期生から9期生まではブログ、シーサーブログでやっておったんですが、ブログでメルマガ配信は簡単なんです。ところがこれは本格的なホームページに今現在、やってますのでね、去年から。だからこれはちょっと細工がややこしいんです。時間がかかるんです。で、もう目処がついてます。したがってでき次第、ちょっとすぐというわけにはいきませんが、でき次第、皆さんにメルマガ配信したいと思いますので、このお配りしたやつの一番下のところにね、皆さんのご希望の配信していただもらいたいアドレスを書いて、出していただきたいんです。で、ファックスで、送っていただく場合はそこに番号書いてありますので、あるいは直接支援センターの方、支援センターの方に持ってきていただいても結構です。一つこちらの方で登録もさせていただきます。一つぜひよろしくお願いしたいと思います。何かここまでで質問はい、時間が来ましたんで、後で直接説明しますいただきます。はい、お前言われてますので、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい、どうも。すいません、Cコースの方ね、ちょっと忘れましたんですけどね、皆さん資料を持ってありますね。一覧表1から12の、1から12の団体名、体験の部分っていうのがありましたですね。こういう体験のやつね。で、今日両方入ってきてね、8番目のさやか観光会というのがあるんです。でここが10月の27と11月19日に書いてるんですが、これが間違っておりまして、11月の7日土曜日ですね、西街道を歩くという形なんですけれども、11月の7日土曜日に決まりました。これを一つ訂正をお願いしたいというように思います。でそれとこの中に最大2人っていうの団体差があるんですね。受け入れが2人のみしかその日はダメですという。ですから同じ日でこの以上の人数がある場合はまた連絡させていただいて、別の日にですね、調整をさせていただく場合はありますので、それでご了承いただきたいと思います。以上でございます。じゃあ本日はこれで終わりだと思います。来週はここに出ましたように、ここで、9時30分から大阪狭山市の概要から第1項を始めたいと思います。A コースの方、よろしくお願いいたします。